平成31年3月14日、今年度で閉校する阿蘇市立山田小学校で最後の卒業式が行われ、6年生2人が学び屋を巣立ち、また閉校に伴う後期返納があり、そしてもう一人の卒業式も行われました。少子化などに伴い、内牧小学校と先行統合する山田小学校は、144年の歴史の中で、これまでおよそ4000人の卒業生を輩出し、この日卒業した2人の6年生は、4053番と4054番目の卒業生となり、小野正治校長から卒業証書を受け取りました。私たちはこの小学校でたくさんのことを学びました。6年間で友達の絆を深めた小学校生活を決して忘れません。卒業式の後、閉校に伴う後期返納が行われ、児童代表が校旗を畳み、さらに校長から阿南教育長に手渡され、校旗が返納されました。そして校長先生や来賓が体育館を後にすると、先生たちが何やら児童たちに説明を始めました。実はこの後、3月で退職する小野校長先生のサプライズの卒業式が計画されていました。突然のことに驚きながらも、穏やかな笑顔で6年生の児童2人から卒業証書と記念のアルバムを受け取った小野校長先生。閉校、そして山田小最後の卒業式の中で、長年の教員生活も卒業を迎えました。